なバンドマンが先生に。人気のギター教室です。ここの細道を、おー、いい。これはもう自転車ならではですね。車じゃ通れない道、この辺りかな。お、あ、あ、ここ、あ、マイクスタンドみたいなものが見えました。こちらだ、楽譜を置くスタンドが見えました。あ、こんにちは、朝日テレビとびっくり静岡ですけれども、よろしくお願いいたします。あ、すごい、ここがスタジオなんですか。そうなんですよ、はい、自宅のガレージを改装して教室をやっております。隠れ家みたいですね。先生の古巻さんはバンドマン。ロックが大好きで、20年ほどのバンド活動を経て、一昨年音楽教室を始めたそう。さあ伊藤さん、今回はキラキラ星に挑戦です。ギター用の譜面っていうのがありまして、横に線が6本まずありますね、はい、でこれがギターの弦ですね。一番上の横線が1弦ですね。一番下の弦になりますね。あ、上が下なんですね。そうなんですよ。これ皆さん最初はあの逆で見ちゃうんですけど、はい、慣れてくるともうなんてことないんですよ。数字、この1とか3とか5とか書いてあるのが、はい、1,2,3,4,5 と、はい、普通にこっちから数えていく感じですね。ほー、先生教え方お上手ですね。ありがとうございます。意味が分かりました。これは簡単に弾けちゃいそうですか。1個行き過ぎました。3ですね、はい、で2個先、あそこだと1個行き過ぎですね。6、5ですね、はい、で戻る。あ、で右手が、一番下の細い一番、そうですね、はい、そうですそうです、はい。本当に目が見えない。これ目関係ないですかね。すいません。あ、で、でも盲目のギタリストもいるぐらいですから。そうですよね。はい、これね、かっこいいですよね。ギター弾けるようになったら本当に。はい、でも長いんですか。で、そうですね。僕は12歳ぐらいだったんで。12歳。はい。高校から結構精力的に。やり出しましたね、はい、青春ですね。そうですね、もうずっと青春なんで今もずっと青春。そう、16歳でもう止まっちゃってるんでそういうちょっとそういう大人ですね。ちなみに作詞作曲もやっていて、こちらは一人暮らしを始めホームシックになった曲。誰も相手にしてくれないかな、最後になりそうだよ。耳鳴りがやまないぜ、毎晩ホームシックになる。そうか、酔いにいた少年が都会行ってホームシックになった曲。そうです。あ、胸がキュンとしました。そんなホームシック少年がギター教室を始めたわけは、僕は僕らしいっていうか、あのロック好きなやつにしかできない教室あるなって思い始めて、ちょっと教えさせていただいてるうちに面白いなと、教えるのも楽しいなと思いまして。でもすごい、ちょっとやるだけでも楽しいですね。はい、そうですね。ギターは本当弾けると生活がまた一つ豊かになるというか、まあ楽器はみんなそうですけど、ね、さあキラキラ星演奏スタートです。こう挑戦したけどできなかったあの憧れが今またこう再び戻ってまいりました。もう初めてやるにはもう100点です。100点満点。教え上手で褒め上手、上機嫌な伊藤さんの旅は次回に続きます。はい、静岡市優衣でしたけれども、須田さんちゃんと伊藤さん弾けてましたね。弾けてましたね、初めてなのかな。
だと思いますね。難しいんですかね、やっぱり。いや難しいですよ、やっぱりね、最初はね指の動かし方っていうのはね、なかなかついていかないですからね。須田さんは弾けるんです。弾けます。私もギター少年でしたから。あ、そうですか、はい、ホームシックになったということでしたけれどもね、さっき演奏していただいた曲はバンドコンテストで優勝した曲。あ、そうなんですか、はい、先生の教え方がね上手なのかもしれませんけど、以上ブランチャリでした。